いや、いろいろあるよ。こんな部屋があるからいけねえんだね。これもうみ、ね、この文章を読むだけでバーンってシーンが思い浮かぶってすごいんだよな、やっぱり、うん。セルフ回しがなんかもう刺さる並びなんですよね、やっぱ音が。はい、鳴らせ麦わらシャンドラの火を。うわ、ワイパーも、ね、はい。ワイパーも不器用なんよ。体の血引いてっから。我々はその過去編としてカルガラとノーランドの話を聞いてました。で、終わった後にそれをだから州長さんが昔話としてワイパーに話してたっていう構造なんですよね。で、ワイパーがまだあの鐘を鳴らせば聞こえるかな、俺が鳴らせば聞こえるかなみたいなことを言うんですよね。ちょっと一字一句思い出したい。一字一句。31巻ですね。30、早っ。見つけの早っ。州長も泣くんだよな、州長やばいっすね。ね、州長、まだ届くかな、その鐘のね、今鳴らしてもノーランドに届くかな。やば。で、州長がもう泣いて。あ、やばい、これ、あ、来ちゃった今日。いや、やばいっすね。いや、やばいっすって、そこは。だから、この州長も、こう、だから、思ってたわけじゃないですか。その、ノーランドの無念っていうか、思ってたんだよな、この二人の無念を、ずっとこう、話で聞いて知ってるから、州長が、まず泣いてんのよ。いや、州長の波、優しい涙なんだよな。そうだな。ここは天国に近いから。熱い。これやばいっすね、マジで。いや、この、いや、州長も人間だもん。州長も人間だし、いや、この偉い人も人間なんですよね、ちゃんとね。その人間味がマジたまんない、マジ。号泣じゃないですか。いや、ちゃんと泣かされた。で、しかもだから、俺がワイパーだったらと思うと、俺が鳴らしたいんですよね、やっぱりその、あの黄金の鐘は、やっぱり俺が鳴らしたいんですけど、うん、このルフィに託すっていう判断を、ワイパーがして、リジェクト、単発力4発目をジャイアントジャックにやるところ、ね、で、鳴らせ麦わらシャンドラの火を押すから、ワイパーいいっすね。ワイパー大好きなんですよ。ワイパーかっこいいっすわ。確か、のすけさんとかワイパー一番好きとか言ってなかったっすか、なんか俺聞いたことあるよ、ギズナ。なんのすけさん、クリケット好きなんですよ、のすけさん。あ、クリケット好きなんですか。そう、僕もクリケット好きなんですけど。いや、クリケットも熱いっすよ。クリケット大好きなんですよ、僕。幻想に喧嘩売る度胸もねえひよっこが、海賊を勝たんじゃねえ。いや、そんな顔してなかった。そんな顔してなかった。下げるの低いだけ。ごめん、ディスってないの。ディスってないの。下げるのが低いだけなの。あ、そうなんですね。再現をされようとしてたんですね。ダメです。こうやって低すぎた。クリケットマジで好きで、結構僕のチャンネルでも結構何回も言ってるんですけど。あ、そうなんですね。クリケット好きなんですよ。そのやっぱ人間味なんですよ。はい、あれってそこまで結構やっぱかっけえおっさんって描かれるとしてるんですけど、はいはいはい、32巻で、はい、いや、ルフィたちがまず石帝王に乗っていくっていうところの時点でもうタバコがこんなじゃないですか。あ、そうなんですよね、心配して。 あの時点でもうこいついいやつすぎるじゃん、はい、どんだけ心配してもう落ち着かなくて吸ってんだよっていうのがまずある、はい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 、からのこのやばいかも、これはまた。いや、まあやばいですよ、この感じ。いや、これはやばい。この順番はやばいですよ。届け聞こえくる返し方のおっさん、猿たち、はい、おかけはあったさーでから、はい、からなって、はい、でもうみんな随分待たせた、あんたの子孫に届くといいかとかもう全員が思い出して、でこれは間違いない、ロマンじゃねえかって言った後の教えてくれたんだろう、はい、そこにあったのか、黄金鏡ありがとうよの後、はい、ガタッて崩れて、それであいつら無事でよかったぜってボロボロ泣くんですよ。ボロボロ泣いてんな、高橋さん。ボロボロ泣いてんな、高橋さんなんだよな。いや、俺より泣いてるから。あ、うん、はいはい。いや、そこ熱いよな。だってマジで1日も会ってないんですよ。だってジャヤに到着してその日の夜にもう森入って、でその次の日の朝ですから、はい、もう1日ぐらいなんですよ。1日ぐらいしか知り合ってねえやつらにこんだけ全てを何ですか、かけてというか、言われてみれば心配してみたいな、ね、だからこの海賊の世界のこの一期一会の大事さというか、はい、なんかそれがやっぱ物語ってますよね、クリケットって。本当にそれを象徴する人物だと思う。だからそこがだからもう激アツに描かれていくじゃないですか。最初の方から言ったら、その嘘つきのオーランドがの先祖とのこれ戦いなんだと、うんうん、ウソップがちょっと出現しちゃうみたいな時あるじゃないですか。なんかあそこもいいっすよね。マジであそこもいいんだよな、お前の先祖は嘘つきだもんなみたいなことをウソップが勢いで言っちゃうみたいなシーンがあるんですけど、そうなんすよ、虹子だ。大好きじゃないですか、の。いや、大好き、もクリケットが。いや、クリケットマジで好きなんですよね。この人も不器用だから。不器用な人の見せるその人間味みたいなのが俺好きなのかもしれないですね。はいはいはい、はい。飯を食おうなんですよね、許す言葉が。はいはい、かっけえ。かっこいいわ。いや、普通こんなこと言われたらちょっとカチンとくるじゃん、普通。カチンとくるんだよな、ね、絶対、普通は。お前は嘘つきのれるの知ったんだもんな、信用できねえとか言って言ってんの、はい。俺はお前らみたいなバカに会えて嬉しいんだ。さあ、一緒に飯を食おう。今日はゆっくりしていけよ。どうしよう。熱い。
熱っ。でその後ちゃんとウソップもね、おやすさんごめんよかったね、ちゃんと謝るから、ちゃんと謝る、ナミとかがちゃんと謝りなさいみたいなこと言うんですよ。そうあれもいいんだよな、あの辺も。ナミ、俺は惨めで腰抜けか、おまけに間抜けね、気持ちは分かるよ、ちゃんと謝んなさいって。そのナミのこの、はい、ナミのこう、ね、姉子肌もいいですよね、はい、姉子肌もいいんだよな、ね、それがあっての、はい、まあ黒ひげが来るんだけど、ギリギリのとこでノックアップストリームで空島行くのもドラマチックだったし、はい、うん、その俺が、まあ、ルフィの好きな名言として、はい、黄金鏡あったじゃねえかってこの波に言うところ、はい、うんうんうん、あそこ俺大好きなんですよね。いや、まあ、読者としてはちょっとこうクリケットのことを、まあ、好きな人はもう覚えてたんでしょうけど、はい、忘れてる人もいる中で、いや、ルフィが何のためにエネルにこだわってんのか、黄金の鐘にこだわってんのかがあそこでドンって分かるっていう、はい、黄金鏡あったじゃねえかみたいな、うん、ひし形のおっさんの先祖たちは嘘なんかじゃなかったみたいな、ね、だから俺はこの黄金の鐘を鳴らすんだみたいなところがいいっすよね。まっすぐなんですよね、ルフェイズだって。チャット欄のみんなにも聞こう、これもねすごいんすよ。いや、いいと思う、高さん、これマジでこれずっと見てられるっすよ、はい、マジで。いや、最高スリラーバークのゾロ来ましたよ。かっこいいんだよな。かっこよが何もなかったでしょ。かっこいいんですよね。だ、自分の野心全部捨てるって無理ですよ。だって命より上だった野心を捨てるってことは、ルフィの命の方が自分の野心より上なのが、もうそれがすごいよな、ね、言ったらすごいっすよ。不可能だぞ。だって普通に考えたら死ぬのも怖い中、自分も夢もある中で、ミホークに心臓を貫かれるっても捨てなかった自分の野望ですもんね、はい、そう、それを捨ててったわけです。すごいよ、たまらん。仲間がいるよ、来ましたよ、仲間がいるよ。皆さんぜひ木曜7時よろしくお願いします。公式の仲間がいる YouTube、 公式の仲間がいる YouTube ですね、はい、それのだからチャンネル名にもなるほどの名シーンっていうことですからね。やっぱそこは、で俺ぶっちゃけた話、ワンピース読んでて一番泣いたのは俺これですからね。ジンベイに悟されて、はい、失ったもんじゃなくて残ってるもん数えろで、みんなの絵が出てきた時の、はい、俺あそこ一番泣いたもんな。あそこは泣くな。見開きでルフィの泣き顔で後ろみんな笑ってんですよね。顔の表情がもう完璧なんだよな。いや、やべえ、ジンベイのビッグマムのところだから、お世話になりやしたっていう、あのジンベイの仁義分かります？俺もジンベイ好きですもん。ジンベイ好きですか？ジンベイ大好き。いや、海賊は海賊だけど、バックれてもいいんだよね、ビッグマム海賊団なんて、ね、別に、うん、本当は正直ね、ジンベイは仁義の男なんで、ちゃんと杯返してお世話になりやしたっつってやめるところで、ソウルフォーカスにもビクともしないっていう、俺が泣いちゃう、これは。いや、分かる、もうこれは大丈夫です今。あそこでより一層海峡の強が、ね、海峡の強が効いてくんだよな。そう、人峡の強が、人峡の強が、ね、雷蔵殿はご無事です。うわー、そこも衝撃でしたね。衝撃度で言ったらあれ1位だったかな、ね、作中1位だったかもな、あれ。うん、なんか繰り返されたというかね、何があっても仲間は恨んぜよっすからね、うん、かっこいいわ。カルガラとノーランドも熱いよな。いや、好き好き。あそこも泣きますわ、僕。あそこも不器用な男たちだ。カルガラが不器用なんよ、カルガラが。カルガラが不器用なんだ。もう、身寄り際、なんか理由あっただろうっていうさ、ね、もう読んでて、いやいや、もう仲良くなったんだから信じてやれよ。ね、身寄り際切ったのは確かに悪いけど、なんで理由も聞かずに無視し始めんだよ、お前っていう。ね、硬いのよ、そこは。硬いんすよね、カルガラが頭が。でもそれがいいって、ムースがいい橋渡しをしてくれて、まだ行くな、まだ行くなっていう、あそこのあれやばい、で鐘をゴーンって鳴らす、あそこ、うわ、もうとりあえずやばい、いや話してるだけなのに行きたいっていう、あの名シーンあるじゃないですか、はいはい、まあまあ感動なんですけど、なんか俺の中ではそのちょっと前のルフィのセリフとかがすごい好きで、はいはいはい、私はもう死にたいって言ってるじゃないみたいな感じになって、何言ってんだおめえ、何言ってんだおめえみたいなのがあって、そうそうそう、頼むからロビンと、死ぬとかなんとか何言っても構わねえから、そういうことは俺らのそばで言えと、助けたその暁に、それでも死にたいんだったらその時死ねって言うんですよね、はい、俺そのこのセリフ回しが大好きで、最高。いや、いや、マジで最高。もう俺あんな言われたら惚れるもん。いや、惚れるっすわ、俺も。ああ、無理だよ、ロビンちゃんルフィ好きだもん。絶対に世界を敵に回しても助けてくれるっていうのと、本当に死にたいっていうのが自分の決断なんだったら、それすら受け入れてくれる、うん、その時俺らのそばでそれでも死にたいんだったら死んでいいからとりあえず戻ってこいって話じゃないですか。まずはそばにいろですよね。そうなんですよね、たまらん。あーちーみたいな。プリンがサンジの記憶を消すシーン、あ、来ました。おしゃれよ、おしゃれ。ピンクスの酒を歌うところ、いや、ブルック熱いっすね、ブルック、ブルックのところもね、
じゃあそれをなんで俺たちに言うんだ。うわー、小西ちゃん、小西ちゃんのところにいましたよ、ね、こういう怒られ方したらもう泣いちゃうよな、うん、俺はさすがに。小西ちゃんも惚れてますね、だからこれみんな惚れていっちゃうよ、ね、あれ惚れちゃうよ。 G5 が多主義大佐ってちゃんと呼んで助けるの最高でした、うん、あーは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 ー、死の国でなってるところの多主義ちゃんを守れで、うんうん、俺たちは気にせず先に行けみたいなんで、うん、あのこのまま固まるみたいな、うわー、そこも熱いな。あれは熱い、あれは熱い、マジで。モブにあのかっこよさはずるいっすよね。名前があるキャラがやってもかっこいいのに、名前ないキャラがやるっていう、名前ないキャラが、モブがそんな男気を、命を顧みず一人の女性を助けるっていうことを見せてくれるっていう。タシギもあそこ、うん、いやまだ中に人がいるんだからっつって、それをこう止められてるのとかも全部込みで熱いんだよな、うん、国とは人なのだよか、国とはいいね、コブラ、ね、国王も無事でいてほしいな、うん、ですからね、いやコブちょっとマジでね、悲しいことになったらちょっときついな、悲しいことになったらちょっときついけど、ね、でももう確信に迫って五老星に一軒にまで行こうとしてるんで、だいぶ危険な、いや怖いだろうな、コブラいや生きててほしいよ。失ったものは多く、得たものは何もない、うん、だがこの地の上に立ってみせよ、アラバスタ王国よ。あれはついていくもんね、叶わぬ最高、叶わぬまでセットなんだよな、あれが叶わぬ、あんなん叶わ、国王だわ、うん、立派に。エルメールの大好きね、いいね、これはもう完全に名シーンでしょう。俺がそうだってことは入れなくていいよ、あの名じゃじゃじゃ、なんでな俺がそうだって、多分泣きの種類違うので、夜怖くて寝れない方の泣けない。